はい、どうもこんにちは、ゆやんです。今回はモンストやっていきたいと思います。まずね、報告なんですけど、覇者の塔をね、やっとクリアできました。やっとというか、まあ結構前なんだけどね、うん、もう慣れたもんでね、多分ね、全部で2、3回ぐらいしか負けずに済んでるので、だいぶもう慣れましたね。でこっちの方はね、封印の王楼だっけ、玉楼、玉楼か、うわー、まあちょっと、うん、やんないっす多分勝てるとは思うんだけどね、うん、もう一回勝っちゃったんで、もういいやっていうことで、まあオーブの回収っていうところで、まあ覇者の塔やりましたけど、こっちはいいかなと思ってます。はい、で今回やるのがガチャだけです。ガチャだけ、うん。でガチャは3種類あります。まず属性ガチャね、これと、この一番メインディッシュの人気投票のガチャ、ファンダマで、まあ引けると、これやばい激アツですね。であとはこれですね、モンタマガチャ、この3ついきたいと思います。まずモンタマガチャからいきますか。まあジャヌダルクは当たらないとは思いますけど、ちょっと、まあ、光系がやっぱ欲しいね、うん、あのウリエルで補強はできたんですけど、ちょっとやっぱね、まだ光が弱いんでお願いします。あ、ちょっと待って、音、うん、まあいいや、音聞こえない、いいや編集してる時にやっと分かる。え、誰、パンタージー、あれ、俺これあれかな、ちょっと休んでる時期のキャラかなつまりまあまあ新しいんじゃないこれ。知らないですね。状態異常、回復、暗記重力バリア。あー、なんか覇者塔のなんか毒系のところで使えそうだね。重力と状態回復だったら。重力と水属性キラー。あ、まあまあいいんじゃない?パワー型かでも。敵を倒せば倒すほど効力がアップする。難しいね。で、敵にバウンドするたびにレーザーを放つ。これ知らないな。トライデントレーザーを得ると爆発か。まあ、外れではないでしょう。多分あんまり評価高くなさそうだけどね続いて属性ガチャいきたいと思います。これは何で引くかというと、もうね、さっき言った通り、その光が弱すぎる、もう非常に弱い、もうウリエルぐらいしか本当使えるキャラがいないので、あとレイちゃんがね、あと重心化で光属性になったんですけど、またアラジンとかも欲しいし、結構重心化のキャラが欲しいですね。特にダメオがね、ちょっと弱い気はするんで、ちょっとお願いします。もうロイジェとかでも全然いいです。もうアーサーとかでも全然いいんで、スリラーは出なくてももうしょうがないとしても、ちょっと使える星5が欲しい。おいおい、止まってくれよ、止まってくれよマジでマジで。じゃあちょっと20連目も予定外だったんですけど、行っていいですか。シングルよりは絶対いいはず、金閣なので。はい、20連目いきます。星型かたまるんでしょ、なんか星玉かなんかがなんかできて、それやると確定で星6が出るみたいな、最後に溜まった時のガチャで星6が追加で引けるみたいなので、また次光属性のガチャが出た時にその星玉が溜まるギリギリのところで狙っていければいいかなと思ってます。それ多分一番得だよね、属性を絞れるので。超人者だったらね、まあ限定キャラが出るとは思うんだけど、まあでもこっちはこっちでいいのかなと思います。属性限定できるのでね。はい、お願いします。おっ、誰、え、これ星運じゃねこれ星運じゃん。ちょっともう止まって、本当に、よし、お願い、アーサーとかでお願いします。え、誰、わかんない。おぉ、ムーかい。いらんよ、ムーは。ムーはいらんなぁ。ね、一応、神化で持ってます。進化持ってないんですけど、使わないでしょ、これ。これ使います？ムー。それこそなんか、玉楼のさ、重力バリアで簡単な敵のところで使うぐらいじゃない？使わないよね。まあ、可愛いんだけどね。まあ、重心書きたいっていう感じでしょうかね。で、もう一体ですよ。こっちが誰？え？読めないんだけど。読めないです。あ、これ見たことあるかも。あ、見たことないわ。見たことなかった。これ絶対弱いじゃん。これアンチワープ神キラー。アンチワープ神キラーか。マインスイーパーアンチワープ。まあ、こっちの方が使うかな。多分。で、遅延 SS か。まだスピードがめっちゃある。
感じか。まあ、こっちの方がいい気はするけどな。進化かな。紙かの方がいいのかな。紙か、ただの紙キラだしな。うん、進化かな。これちょっと微妙じゃない、この20連まあ一応星52体出てるけどさ、ちょっと違うじゃんそれ。いやだってこの辺が欲しかったよ。モーツァルトはいいにしてもちょっとね、クレオパトラとかさ、ロイゼとかさ、ちょっといいや、こっちだってよ。はい、こっちの詳細なんですけど、まあもう見てる方はね、見てると思うんですけど、まあ俺が持ってるキャラで言うと、パンドラ、ウリエル、カムイ、あ、そうだ、カムイいるね。カムイがいるんですけど、あとアグナムテックス、ダルタニャン、坂本だけですね。6体。あ、ミカル。7体です。うん。そんなに持ってない。この中だと。だからほとんどね、俺、ハズレばっか引いてきてる男なんで、ちょっとね、本当に上位のキャラ持ってないんですよね。うん。で、まあパンドラ被ってもいいけども、ちょっとやっぱアグナムテックスとか2体でもちょっと微妙じゃん。正直。うん。あと、アリス。あ、アリス言ってなかったわ。アリスもいらん。本当に。ダルタニア2体はまだいいよ。ちょっとアリスとミカエル。ミカエルも2体いらないな。もともと汎用性高いキャラなのにさ、2体いらないじゃん。尖ってるキャラが2体だったらいいんだけど、汎用性の高いキャラが2体って、ほんといらないんで。それ考えると、あ、坂本も2体いるんで、坂本、ミカエル、アリス、アグナムト X。もうこれだけやめてほしい。この2体だけ。まあ、ただもう25分の、ね、4なんで、大したことではないですよ。あ、ウリエルもいらないな。ウリエルは重心化2体あるんで、まあいいですけど、狙いはラファエルで。うん、ラファエル、キスリラ、うん。この辺がいい。ルシファーとかなんか今更来てもちょっと持ってはいないんだけど、うん、ちょっと微妙なんで、この左側ね、キスリラ、ラファエル。もうこの2体、当てたいと思います。お願いします。ちょっともう坂本とかやめて、もう3体目だから坂本。本当に。これ確定あるんですかね。なんかなさそうな気がするけど、あんのかな。いつも通りあんのかな、どんなのかな。2回転、普通、はい、誰ですか。かぶっとるやん。あれ、俺これ言ってなくない、俺これ持ってるよ。あ、俺これさっきかぶったって、持ってるキャラに入れてなかったけど、こいつ持ってるよ。いらんよ、2体は。いや、ちょっと、これはないでしょう。いや、まあ、でも強いんだけどね。なんか、ちょっと使ってみた感じ、やっぱ強かった。うん。強いんだけど、ちょっと2体はいらんなぁ。重力飛行。まあ、早押せはまあまあありそうなんだけど、ちょっと、魔族キラー M だもん。まあ、鬼とかね、倒しやすいんですけど、鬼が出てくるやつって大抵、挟まり系だったりするんで。ちょっとね、まあ、いいでしょ。こんなもんでしょ。ということで、次は、なんか新しい超絶とか、まあ、超地震祭とかが来たらやりたいと思ってますけど、うん、こんなところですかね。はい、あと、最後に、この動画、よかったらグッド評価お願いします。チャンネル登録、まだの方は、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、以上、モンストのガチャ動画でございました。ご視聴あります。はい、続いて、しゅんさん編を急遽撮ってます。しゅんさんも一応モンスターやってたんで、まあ、一応まあ、どうせだったら撮ろうかということで、ランク96のヘボアカウントですけど、ちょっと撮っていきたいと思います。あ、ウェブやってないの？やってないよ。これは、なんか各属性の中から、なんか5体だけ出て、その5体からチョイスできる。じゃあそれもやっちゃいましょうか。それもやろうか、じゃあ。はい。ちなみに、属性は何がいいんですか？何が強いかわかんないし。あのね、どれもね、全部ね、強いキャラはいるんだよ。いる。じゃあ俺が真面目にやった頃に強かった、うん、ルシファルシファ弱えよ今。あれしかわからない。バンドラーの方が強いから。じゃあ先こっち行こう。あ、こっち行ってから決めよう。ウリエルとか持ってなかったっけ。持ってないか。なんか覚えてないんだけど。持ってないか。今ね、いろいろね、重心化してるんで、旬のキャラもまあまあ強いと思うんだよね、多分ね。どうぞ。これ上位のキャラだったらちょっと俺怒るよ。俺だってワンポコだから。弱すぎる。え、グネビはこれ、このなんか光った。なんか光ったけど、なんかあ、グネビはじゃん。うん、グネビは進化しちゃってよかったよ。これね、強いし。これは確かね、上位だった気がするよ、これ。はい、グネビは11位ですね。惜しかったー。まあまあ当たりっすね。うん、俺19位だから。うん、グレビはね、強いっす、これは。あ、そうなんだ。うん、はい。しゅんさん、今、属性を決めました。はい、はい、属性は。闇でいきましょう。闇で。
はい、もうパンドラ、ルシファー、この辺いますから。はい、うん、じゃあ闇でお願いします。まあもうほんとパンドラが一番当たりなんで、もうパンドラ当てたらもう勝ちっす、これ。はい、お願いします。でも確定あるらしいから。あ、そうなの、行ったら選ぶじゃん。そう、ここから出んの。おっと、あー、これは厳しい、これは厳しいですね。アリババアリスで、これ誰、超速壁元地か底力って何知らないんだけど。いや俺も知らねえ、これ誰底力ダッシュアテム、これなんか弱そうだね、うん、これちょっと弱そうだね。でアレス、あ、アレスは知ってますね、アレスは知ってますよ、アレスはまあまあ強い確か、うん、はい、ということでしゅんさん誰にしましょう。いやー、多分ね、俺ね、超速壁が一番いいとは思うんで。あ、マジで。いや、アリスとか一応限定キャラなんだけど弱いから。なるほど。いや、そんだってしか持ってないです。多分持ってると思う。持ってるよね。うん、だからね、超速壁がいいと思います。はい、決めに決めましょう、うん、はい、はい、ちょっと微妙でしたけど、はい、いいんじゃないこれでアリスの場合はちょっと重心化が楽しみではあるんですけどね、まあ、持ってるんだれば全然いいでしょう。まあまあなんかいいね、イラストとしては。うん、はい、ということで、このところで終わりたいと思います。